清水和夫、1954年2月9日から2009年7月3日は、日本の作家、科学解説家、超常現象研究家、と、学会運営委員、東京都新宿区出身、慶應義塾大学文学部史学科卒業。著作は多数だが、非常に稚拙なため強著が多く、短著は少ない。本名以外に、三井一郎等のペンネームでの著作も多数。高校生時代から UFO や超能力に関する研究を開始し、そのまま著作業の道へと進む。と、学会系の書籍、オカルト雑誌、及びウィキペディアや Amazon.com 読者レビューなどで、執筆活動を行っていた。ウィキペディアでは、カジュを、Amazon やミクシー等では、ヨルホ、学理多マスター名義のハンドルネームを用いていた。ジャパンスケプティックス及びアシオズの会員。元新しい歴史教科書を作る、会館員。その他、多数の超常現象研究団体の会員や、役員を務めていた。歴史、自然科学、オカルト、とんでも説批判、アニメなど、執筆分野は多岐にわたる。特に UFO の嘘、大予言の嘘の2冊は、共に星雲賞ノンフィクション部門の参考候補作に挙げられたものであり、特に後者は、菊池聡からは古典的名著と評された。この2冊は、日本の UFO 研究家やノストラダムス研究家等の問題点を指摘した交換された文献としては、最も早い部類に属するものである。また、アニメ関係では、美少女戦士、セーラームーンや、ルパン三世などに関する研究で知られている。とんでも本シリーズなどのオカルト批判で有名であるが、その一方で、霊気、催眠療法、飲料療法などの科学的裏付けが乏しい、民間療法を信奉しており、自ら実践したり、自分のメールマガジンやホームページでこれらを紹介するにとどまらず、それらの療法を行う団体の役員も務めていた。親交のあったと、学会会長の山本博や同会運営委員の水上龍太郎によると、当人は超常現象の実在を固く信じている、いわゆるビリーバーであり、それゆえに偽物の存在を許せず批判していたとのことである。また、1980年前後のロリコン漫画ブームの際には、源丸太名義でロリコン同人誌レビューを行っていた。歴史関係では、従来あまり知られていなかったエピソードなどを一般向けに手際よくまとめて紹介することもあった。ただし、学術的な論文よりは通俗本に依拠することがあることなどによって資料の選定や扱い方を疑問視される場合もある。ただし、その通俗本から得たネタもさらに詳細かつ緻密に元ネタを検証している。それゆえに、超がつくほどの稚拙である。2009年7月3日、胃がんのため、55歳で死去。家の宗教が神道のため葬儀は、神式で営まれた。死後は、清水和夫大臣名である。残された蔵書は概算で43000冊という、膨大な量であり、これらは一括して明治大学附属、米沢義弘記念図書館に寄贈されることとなった。ありがとうございます。